唱えてもいいですか。ここはおじいちゃんの土地なんですか。ここはね、貸してもらったんですよ。あ、そうなんだ。この上3000坪ぐらいあるんかな。え、あ、もっと広い、うん、そうそう、上向いてね、向こうまで貸してもらってる。いや、ここだけね。あ、ここだけ。あ、今91歳なんだよ、その人もね。7年前だから82、3だよね。その時に出会って、岡本さん、わしがここ世話してあげるし、うん、会ったこともないんだよ、その人に。だから人間は会ってこうして話をしたら大体分かってないな、はい、うん、その人はわしを信用してくれちゃったんだろうな。それで7年前にここへ水が350メーター上から取ってるんだけど、はい、まあ本当は20年前に娘が本をくれたんだよ、はい、でそれもね、全部書いたものがあるからいつか帰る時に投げるからね。これ ありがとうございます。この江本さんがそのこの土地を借りてる。いやいやいや、そこへ江本さんの水のこのことでここを建てたんだよ。ああ7年前にもう一人の人とここを建てよういうことで、はい、水がそこへ出るいうことでの、水が反応してるいうことがものすごく、もう20年前に、はい、それがそこに書いてあるね。水は答えを知ってる。ここで訴えようと思って、ここにこうして、まあ、小屋みたいなのがあったんだけど、そこへ水が出るのは、まあ、どこの家行っても水道もあるし、はい、とにかくこの「ありがとうバカ野郎」っていうのは、この結晶がそういう意味ってこと。そうそうそう、同じ水じゃに同じ水を言葉でかけても、ここでこうして。まあ、一瞬に一瞬よ、はい、そしてもこういう結晶になるわけ。いい言葉をかけたら全部いい結晶になる。ああ、 この本だけ、その娘がくれて。だから僕は今の組織が嫌だから、はい、自分で自分の病気をした時に自分の体を自分で治したんだよ、はい、そのことも書いたのがあるからね。ああ、わしがまとめたの。あ、岡本さんが書いた著書もあるんですか。そう、著書じゃないんだけど、まあ25、6枚ほど自分がずっと考えて、自分の今まであったことを書いてるからね、うん、だからこれを娘がこの本を最初にくれたんだ、20年前に、で結局この江本さんの本を見て、はい、それで、まあ、僕は今まで30の時と35の時に大病あって本当に死んでたんだよ。でも自分の体を自分で治したんだよ、はい、風呂と着るもので。え、それで治るんですか。腰、それも全部書いたのがあるから。で、それを35の時に体験して、はい、世間の言うたらコマーシャルなんかでも全部信じてたの、はい、あ、これ飲んだら元気になるんとか、はい、でもなんかの何本でも、まあそのテレビのコマーシャルやることも信じてたんだけど、はい、でも自分の体を自分で治したのはどういうことか言うと、人を頼らんでも自分で治る、うん、免疫力をつけるいうことも分かったし、うん、でそれで、まあ、広島おればよかったんだけど、屋久島へ女房と来たら、屋久島へいいねいうことになって、はい、で屋久島で、まあ、レストランしたり、子供たちとの3人おるからね、はい、でそうしながら今度はイネイトの先生に会う。イネイトはすごい。イネイトっていうのは人の名前なんですか。いや、これはね、
まあ、生命力みたいな、ね、生命力みたいな、ね、人々先生って全国今100カ所ぐらい生態院があるんだよ。あ、生態の先生。そうそう、それが生態からやったら触ったりとか、はい、あの針をしたりとかするじゃん、はい、この先生は触らずに人の体を麻酔するから、はい、この先生の弟子さんが、はい、うちの店でパスタの店で、はい、今の5人ぐらい来られて、はい、押し上げでうちに来られたんだよね、店に、はい、でその時にある弟子さんが岡本さんもできるようになりますよ。わし背骨をまっすぐにして体を直す方法で体を触ってないんだ。だからそれで僕はあの店をしながら、はい、観光客の人やる地元の人がどんどん来てたから、はい、まああのすっごい安定しよったの。あのその時に1万人は見んかったけど8000人9000人はしても体まっすぐ来てるの。へえ。あのまあ生命力がどこから来てくるかいうのもまああなたが今からまだ勉強しなきゃいけないと思うんだけど、はい、これが今度は肩かむなに通じたんだよ。なんで人の体がまっすぐになって病気が治るんかよ、分からんじゃない、はい、教えてくれてないけど、わし、はい、組織入るの嫌だから、はい、だからこれは別のもんなんだ。あ、そうなんだ。で、どうしてか人間の体がまっすぐになる、なんでみんな元気になるんかな言うたら、はい、1万2000年前の肩かむなの人が、はい、これ肩かむなの字なんだよ。これはあなたいつか研究したれ、これ1万2000年前の時代、日本のひらがなとかカタカナとか、はい、その前のそれ2000年前のことだからな。1万2000年前の字が出てきたんで、どうやって見つけたんですか。それこれは70何年前に奈良崎さんいう人が、はい、兵庫県のある小倉神社になったら、そこでその巻物を、はい、まあ神社の神主さんかどうかさんが見せてもらっちゃったわけ。それでそれを解読するのに、はい、こんなの解読できるわけないじゃん、はい、そうですね、これ1種から80種あるんだ。5、6、7だけ唱えるだけでみんな元気になる。また先生がまたおってんだよな。そのことが今またここに書いてるんだよ。これこの先生すごい、丸山先生の病院の先生だけど別の人なんだ。いやすまあ全部話しするとなるね。ちょっとここの発音が知りたいんですけど、それはもう自由。自由なんですか発音。これもうあのおじいちゃん80歳まで唱えるのに、はい、こう5、6、一番これが重要だね。5、ひふみよい回りて巡る胸やこと、ひふみよいだけ知ったら人生すごいよ。あなたは良いしか知らないんだよ。これ人間界なんだよ。あの分かると思う、いつか。だからここに接点があって、はい、ここが悟りなんだよ、このセットのところ。生命の根本原理。で、あなたもそうだけど、みんな、はい、会う人はほとんど良いしか知らない。はい、だから天井があるから行き止まるんだよ、みんな。知ってるんだ。この上が、ひふみがあるいうことを知ったら人生、すごいよ。そういう読み方をするんだ。良い、良いのは3次元だよ。はい、3次元行ったら今分かるよな。はい、分かります。このどういうことか。このなんか立体ですよね。ああ、そう。って言ったらね。お兄ちゃんも、私も、すべて見るもの立体見えるじゃん。はい。これが3次元なの。はい。この良いの中でみんな生きてるんだよ。はい。主婦見言ったら、接点から上だから4次元、5次元上なんだよ。5次元って言うと、まあ、4次元はなんか時間ですよね。まあ、わしもそこまでは分からない。だから4次元でいいじゃんか、上、接点から上で、はい。だから上から上がひふみなんだよ。このひふみがどういうことかのようが分かったら、人生なの。下は行き詰まって、みんな行き詰まってどうしようかな思って思うけど、上があったら広いぞ、はい。これを分かる人はいないぞ。いないんですか。おらんよ。話して、あ、わしのこと聞いたことないもん。おじいちゃんはひふみが見えてるんですか。ひふみ見えてる。見えてるんだ。接点から上が見える言うても、自分で感じしたるわけ。はい、目で見えてるわけじゃない。今話して、それで応援服したり、はい、マスクしたり。はい、これはひふみの実なんだよ。実なんだ。ひふみの実が全部感じして、ここは生命力。はい、生命力、心。はい、俺は今魂まで言うてる、うん、で上から下まで降りるのにもう一つしかないんだよ、はい、
だから必ず皮膚みで感受して下で良いで今あなたかな、うん、だからここから上が生命力でここから下が生命体、うん、3次元ちょっと勉強せんとちょっと分かりにくいことなんで、まあ、せ今日長澤さんの接点から上が今分かったじゃないですか、うん、そうですね見方は分かりました。これが生物脳にて鹿とか猿とか蛇とかまあ言えば、はい、虎とか象さんとか全ての生物は皮膚になる。良いは人間だけど、はい、上から降りてくるんだけど、はい、それが分かるまでがちょっとの、うん、なかなかだから人間も皮膚に良い回りて皮膚に言うたらもう感受ここで生命力できてるよ2で、はい、良い良いで時とところだよな自分がおる万物万象だよな、はい、で大元の神様がおって上と下が2つになってで身で感受して下に降りてくる、うん、だからこの皮膚身を知るだけで今日来た甲斐があるよ、うん、これが分かったらもうすごい素粒子だ結局素粒子そりゃそうよこれなんでできとるんやこれ何でできてんだろうみんな分からない何でできてるか分からない、 いやだから元がみんな分からないんだこの間東京から訪ねてここへ来てくれちゃった人が3回目だけど、うん、その人は分かったって。これは東京でも感じることはできるんですか、皮膚みは。どこでもよ。今日から皮膚みを感じれるじゃん。あ、感じる上悪いことが分かったよ、はい。接点から上が、はい。自分今までの生活は接点から下の生活ってことなの、はい。この上があって、どうなって、自分の生命力が、生命体が保ってるんだよ、はい。それが言える人は、はい、あ、終わり。ありがとうございます。だからもしこのことが分かったら今までの1500年2000年のことは成り立たないよ。あのこのカタカナカタカムライタビを、ええ、あの使われてる時代っていうのはあれなんですかね。あのみんなそれを知ってたんですか、ね、1万2000年前以上でも皆さんじゃないかからな。あその人はの A か、はい、ごめんでわちゃささっと言うの、はい、一種から八種の一種にあるんだよ。カタカムナヒヒキマノスヘシ足跡ワン映しまつるカタカムナオタヒ。足跡ワンの人が、はい、1万2000年以上前で、はい、本も字もない、はい、全てのものは1万2000年前も今も素粒子は同じように落ちる。で粒子の話を勉強したことはちょっとよくわかんない。わからんでねえんだ。わからんでねえ。わからんのが当たり前だから。粒子、素粒子が一番あの細かい粒子なんだよ。まあ、もちろん目に見えないし。はい、今宇宙をスパッと飛ぶんだよ。粒子、はい。人間も全て宇宙と一体だから。こういうこと言ったらな、ちょっとおじいちゃんどうかなって思うかわからんけど。今あなた飛んでいくよ。え？飛んでいくよ。飛んでいく？どこに？それがの分かるまでがちょっと時間がそうなんですか。粒子だと言ったら今ノーベル賞取っちゃった人が素粒子を見つけた人がいるよな、はい、その人も亡くなられたけどノーベル賞取っちゃった、はい、素粒子は光よりちょっと早いよ、はい、光が地球7周半するから、はい、素粒子は多分わしは8分ぐらいじゃないかなと思って予約だよこれ大体予想だよ、はい、僕一瞬あっという間に地球8周ぐらい飛んでる、はい、このことは分かったらすごいぞ、うん、だから年を取るのはどういうことかいうのが分かってくるのね。横の線だから、はい、一瞬にして地球8周するぐらい速さでピャーッとだから一瞬なんだよ、うん、どこへおっても一瞬に映るじゃん。そうですね、うん、だから横の線だけで今おじいちゃんが言うのはうん、水は答えを知ってるとかカタカムないのは縦の線なんです、はい、で縦の線言ったら神様の世界、はい、でその神様でも1500年2000年前の漢字の神じゃなくこれも中国から神いうのが出たんですから、はい、その神いうのが今おじいちゃんが理解してるのは素粒子だから。あ、うん、水が出るいうことで、はい、じゃあ水の話をわしは一生ここにかけて75まで、はい、あと 2,3 年よわしができるの。そうですね、75って言ったらね、うん、あもうそこで引退するんですか。もうパワーがもう車を止めるパワーすごいの。
引き返してくるだけのパワーがあったと思うから、今コロナだからみんな嫌なんか、うん、もうだから、でも引き返して会う人はもう今まで、まあ、いろんな人に会ってるけどね。この宇宙はみんな素粒子はまともに1万2000年前も同じように落ちてるから、うん、その素粒子を体の悪いところで止めて体を治す本をまたくれたんだ、4年前に娘が。うん、これ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 も書いてるかな、自分がいつ買ったのこれ、丸山先生の。あ、本当だ。でこれを読んでおったら素粒子のことが見やすく書いてあるんだよ、この先生は。電子って書いてすごい、うん、これもこれをこれはもうすごい本に会ったこともない出ました。もうとにかく丸山先生、江本先生、それも全部書いたのがあるから、ちょっと忘れのうちに渡しとこうな。あ、いただけるんですか。1回に書いたなると10回20回読めよ。はい、わかりました。わしがまとめて、はい、ここまでやろう思ったらやっぱり4年かかったからの、はい、これまとめた。あ、でも結構あれですね、読めそうな感じの分量では。そう見やすく書いてるから、はい、だからそれをずっと大体それをそうなの、まあ、いつも時間があるときポッポッと見よったら、このおじちゃんは何も書いたんかないうのが見やすく書いた。ありがとうございます。いや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 、もうあのもうこれ鹿とか猿は生物脳だけなんだよ、はい、あなたはこれがあるの、黒いわ、人間脳が。あ、だから1万2000年ぐらい前やったら、みんな鹿とか猿とか同じように人間も暮らしておったわけで、はい、屋根もないし、はい、でこの黒い輪がもうどん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 ひどい人はもうとにかく真っ黒になってるだろうな、はい、そしたら、ひふみよい、まわりてめくる、むなやこというのがリズムよく出てこないんだよ。あ、こっちはリズムよくできてるから、みんなスタイルがいいし、みんないい死の形してるんです、人間だけ。あ、だから一番大事なとこ今分かったけど。なるほど。カタカムナは何を言いたかったんかいうのが一言で分かった。あ、すごい人がおるもんよ。素粒子を書き写してもらった。そうそう。だからこうしてパッと降りるのが分かる人がおるんだよ、昔。名人だの。結局、まあ言えば35の時から退病して、はい、これから、それまでにまた便所掃除の先生に会ったな。石川先生いう先生だったけど、はい、広島へ来られたんだよ。月に一遍ぐらい。それで僕は宗教嫌いでしょ。それで便所掃除の先生なら宗教じゃないけど、まあ行ってみようかな。で女房勝手になら、は連れてもらった。で、その先生の話を聞いたら、初めて心の勉強するわけって、35の時。あなたみたいに今のように興味示してくれたらいいで。35の時までそういうことを商売して、売ったら、ああ、もう着させてもらったないぐらいしか考えんかった。そんな情けない男よ。で、行ってもらわないといけないぐらいの感じだったのに、全然今元気。だからそれで呼吸をして、頭下の側熱をして、その時に一瞬ぐらいに会ったんだよ、ね、それでその心の勉強したら、そしたらいつの間にか元気になった。リズムが取れる、うん。だから人間のいうのは素晴らしいんだよ、うん。素晴らしいんだけど、あまりにも今は欲と。うん、罪やら汚れを作って、それでみんな生きて、それでみんな死ぬ時に大変に苦しんで死んでいくじゃないか。そうですね、だから老人になったら車椅子になって、うん、で介護されるないんだけど、介護したら余計体が弱ってくる、うん、今おじいちゃんはカタカムラの勉強でそれ全部書いておくから、そこは、はい、微妙に筋肉細胞つけてる、本も書いてる。自分が苦しんでみんないろんな迷いが来てよ、いろんな迷いが来た時に苦しんでどうしたらいいかいう時に皮膚に唱えたら元気になるいうこともそこに書いてる。接点から上の皮膚にで、それが理解できたら今度良いこの万物万象だよな、うん、そのことが分かります、ね、読んでみます、うん。